これすごくかっこいいし、ラルフのパンツって太さが、まあ、太さとあって、はい、でウエストもその分太くなるのが多いんですけど、それは結構腰の位置が高めで、うん、でウエストもこう絞られてるんでジャストで履けるって感じ。ドレッシーのカジュアルに売れるっていうか、これは WRL ラルフローレンの一つのラインで、はい、バンズのエラとかオーセンティックに形は似てるんですけど、はい、それよりも結構シャープで、はい、めっちゃかっこいいですね。形も微妙にちょっとこうシャープでスタイリッシュな感じなんで、多分そういう細いパンツとかにも合うと思います。このアルファシャツもめちゃくちゃタイプですね。これがなんかパタロハってパタコニアのアロハのラインで、で柄もそんななんかいわゆるアロハっぽくなくて、それがすごいいいですよね。ちょっといろいろ店内を回ってみたんですけど、はい、なんか僕におすすめのものとかあったら教えていただきたいんですけど、なんかこれから秋口なので、はい、軽く羽織るこういうトリゼラーのジャケットは、はい、なんか半端だけどおすすめですね。なんか足も長いのでこのぐらいのショート丈のジャケットはスタイルもすごくよく見えていいなと。ここ全部締めて、はい、もうがっつり全部締めちゃって、うん、上も締めてもいいと思います。なんか冬とかだとマフラーもいらないので、はい、でなんかパンツとかもこのぐらいのちょっとウールが混じったものとかと合わせると季節感が出ていいかもしれないです。ちょっとテロッとした素材に素材感が違うのでパンツのバランスが取りやすくていいですね。今日は渋谷のアイ&アイストアさんにお邪魔しました。すごいかっこいい靴があったのでちょっと購入を考えてます。まだまだちょっと気になった洋服があるので、ちょっとこの後見てみたいなって思いました。皆さんもぜひ、着てみてください。ありがとうございました。